まあ、鬱屈した時代の自分を忘れないというんだったら、なんかその時代に作った作品で十分なんじゃないかなとは思いますけどね。なんかちょっと鬱屈した時の自分を客観視している、なんかある種の冷静さみたいなものがこの空間にはあって、まあそうですね。まあ、そんな独々しい印象、あ、全然ある。そうですよね。独特しい印象独々しい印象はそんなにはないのかなという気はしますね。まあ、結構なんかすごい明るい空間ではあるので、確かにね。なんか鬱屈したというコンセプトからは結構そんな 結構離れた印象を僕は受けましたね。ゆき先生どうですか？自分のその身近な部分がモチーフに多く登場してると思うんですけれども、例えば目、あと手、口は、あとそういう肌荒れもそうですし、靴とか、そのあまり実はすごく逸脱してないというかっていうのがいいなと思うんですね、僕は。結構その身近な部分に、だからリアリティを求めて制作されてるっていうのは、やはりこう制作をする時にこうかけ離れた大きな話っていうものをテーマにされる方であったりとか、こう世界に対するこう何ですか、アプローチとか、こう時代社会とか、そういう大きな問題っていうのはもちろんあると思うんですが、こう今自分の身近なリアリティみたいな部分に向き合って、でそこをこう見つめて、で本人の多分意図してない部分の魅力っていうのも、その近いところを見てるっていうことであるのかなと思いますし、こう例えばこの左側の絵に指が書いてありますけれども、この指の色の変化とか、こういうところはまたその 自分がテーマとしているところとはまた別の絵としてのこう魅力、観察によるこう発見とか、色がどうなのかとかっていう、そういうこう、まあ、絵画に対するこう視点っていうものを実は含んでいたりして、こうその時自分が思っている意図を超えたこう絵としての良さみたいなものにこう向き合ったり、そういうものを含んでいるのかなと思うので、こうやっぱり作品は一つその時関係すると思うんですが、後でその理論とかこうコンセプトとかそういうものを超えた部分の魅力っていうものがもっと後になって見つかってくるような作品なのかなと思うので、そういうこう一つ一つのもっと細かい作品のに含まれる部分っていうが持ってる自分自身の求めている方向性とか、無自覚、無意識の中でこう出てきている、こうじゃないと自分は納得しないみたいな部分っていうのに向き合って制作されると、こう今後よりいろんな展開を含んでるのかなっていうふうに思います。そうですね。まあ、あと、まあ、なんでしょう、政策的なところで言ったら、まあ、なんかその鬱屈したっていうか、周りから なんでしょう、抑圧されたっていうようなことから言ったら、なんか例えばもう絵のサイズなんてもう自分で自由にしちゃえばいいし、こんな既製品のキャンパスに描かずに、なんかもう自分でもう板切って、なんかこの大きさじゃないと嫌なんだみたいな、そのくらいなんかわがままな部分っていうのももっと押し出してよかったんじゃないかなと思いますね。なんかちょっとまだ、まあ既存のルールに素直に従いすぎてる 部分っていうのかな。まあ、せっかく作品自分だけの空間なんだから、もっと自由にやってもよかったんじゃないかなと思いますね。
この壁のこの赤もなんか多分既製品の赤そのままだと思うし、 もっとこんな赤じゃ嫌だ、なんか もっとこういうもっと生々しいなんか血の鉄の匂いがするなんか赤だみたいな、なんかもっとそういったところのなんか色とか造形に対するなんかリアリティというのかな、そことなんか感情がもうちょっとこうリンクしてくるともっと説得力がなんか出てきたのかなとは思います。まあね、今のねこの世代で これだけ、ま、のこうやっぱり自分を発表しようみたいなこう意気込みっていうか気概があるっていうのは素晴らしいなとは思います、うん、気持ちはね、はい、うん、空間っていうことで言ったらなんか上なんか天井あった方が良かったかなと思います天井この蛍光灯の白そのまま使うのはちょっとなんか、ああなるほど、なんか、うん、これが多分そのやっぱインスタレーションってやっぱその空間そのものが作品なんで、やっぱりこの天井のこのあの明るさをそのまま持ってくるのはどうなんだろうなとは僕は思いましたね。なんか本当それこそなんか自分でなんか電源バッテリー持ってきてなんか好きな色のライト当てたりとかでもよかったし、うん、っていう感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご本人です。アニキャットムービー立ち火よろしくお願いします。お願いします。お願いします。